はい。それでは始めます。ベゼルを利用したマイクロモジュラーアーキテクチャです。よろしくお願いします。はい。はじめに登壇者の自己紹介をさせていただきます。改めましてよろしくお願いします。今年の4月からメルカリに在籍している青山と申します。Twitter や GitHub はぜひお気軽にフォローしてください。現在の業務では SwiftUI を使ってゼロベースからアプリケーションを開発しています。で、今日はそのプロダクトを将来にわたってスケールさせるために行ったアーキテクチャの話をしたいと思います。で、内容としては、まずモノリシックのアプリケーションの欠点と、次にマイクロモジュラーアーキテクチャとは何かっていうところと、そしてベーゼルについて、で、最後にマイクロモジュラーアーキテクチャとベーゼルの相乗効果をお話しします。で、ラフにベーゼルはビルドが早いらしいっていうふうに聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、それがなぜ早いのかとか、プロダクトで利用した場合どうなのかっていうイメージをつかむ助けになればいいと思います。で、早速、モノリシックなアプリケーションの欠点についてです。いきなりディスクレーマーなんですけれども、モノリシックな状態が必ずしも悪いものだと断定するような内容ではありません。で、モノリシックという状態とは、まあ、図のように、すべての機能が一つのモジュールに凝縮していて、複雑に絡み合った状態です。で、欠点の一つ目なんですけど、まあ、当然のようにも思えるんですが、プロダクトの成長と同時にビルド時間が増加し続けるっていうところです。で、通常の場合は線形的に増加するんですけれども、悪い状態では指数関数的に増加するようなケースもあると思います。で、次に、機能間の結合が少しずつ複雑になっていくっていうところです。で、多くの開発者がこう経験してきたと思うんですけれども、まあ、後戻りするのが非常に難しい状態になります。で、3つ目は、プロダクトの進化の可能性を阻害するっていうところです。で、将来、新しい技術を導入したいときに、アプリ全体に影響してしまうので、まあ、様々な観点から、まあ、コストが非常に高くつきます。で、アーキテクトはプロダクトが長期間成功し続けることを前提として設計を行う必要がありますので、まあ、どうしてもその間に技術を全身的に進化させていく必要がありますが、モノリス化したソフトウェアにはこの能力は欠けているかなと思います。で、欠点はこれ以外にも様々あると思うんですけれども、マイクロサービスっていうアーキテクチャがサイバーサイドで生まれているように、まあ、最近では iOS の世界でも、まあ、より高度なモジュラーアーキテクチャが必要になっています。で、そこで今回はマイクロモジュラーアーキテクチャというものをお話ししたいと思います。で、マイクロモジュラーアーキテクチャっていうのは、まあ、マイクロサービスみたいに、まあ、一般的にそう呼ばれているアーキテクチャがあるわけではなくて、私が高度にモジュール化を行ったアプリケーションの構造を、指してこう呼んでいます。で、特別な哲学があるわけでもなくて、重要なことはアプリケーションを、数百以上の小さなモジュールに分割していくということです。で、今回モジュールっていう言葉を使っているんですけれども、まあ、ライブラリとかフレームワークとかターゲットっていう言葉を使うとピンとくる方も多いと思います。で、思想の一つは、フィーチャーごとに一つのモジュールとすることです。で、フィーチャーっていう単位は、まあ、いろいろあると思うんですけども、このアーキテクチャの上では、一つの画面を一つのフィーチャーモジュールとして、画面の構成に必要なレイヤーを含めて、ワンモジュールとします。で、つまり、そのアプリに含まれるすべての画面一つ一つがフレームワークとして作成することになります。で、モジュール化においては、ソースコード上のクリーンアーキテクチャのようなレイヤー化アーキテクチャのレイヤーごとにモジュール分割する考え方もあると思うんですけど、まあ、その場合は、アプリアーキテクチャを刷新したい場合に、むしろ、障壁になってしまうケースがあるので、まあ、それらを含めて一つのモジュールとします。
で、次にそれぞれのフィーチャーが完全に独立した状態で、素結合に作るということです。で、素結合っていうと、まあ、一般的にはクリーンアーキテクチャのように、コードのレイヤー化アーキテクチャによってクラスを細分化して、それを行うのが一般的なんですけど、まあ、これをモジュールレベルで行います。これによって画面が完全に独立して動作する状態になるので、当然プロダクトの更新にも強くて、例えばアプリケーションの一部の画面をミニアプリとしてリリースしたいというような破壊的なビジネス上の要件にも柔軟に耐えることができます。で、次にフィーチャー以外の共通機能は最小限の一つの機能ごとにモジュール化を行います。で、より大きな機能を作成したい場合は、それらの小さなモジュールを組み合わせて、一つの機能モジュールとします。で、簡易的な図ではあるんですけども、なんとなくモジュール化のイメージが伝わるかなと思います。で、実際には図示しているように10個程度のモジュール化ではなくて、100個や500個ほどのモジュール化になるアプリを想定しています。で、これらができる限り細分化して iOS アプリを作成していくための方針です。ここまででなんとなくモジュール化のイメージができたのではないかなと思っているんですけれども、実際にはモジュール同士が複雑に移動し合ってしまって、まあ、余計にカオスを生んでしまうんじゃないかっていう懸念があると思います。で、それを防ぐために、各モジュールをいくつかのグループに分類して、それぞれのグループに対して特性と依存関係のルールを与えることで、複雑性を防ぐことができます。また、ソースコードと異なって、モジュールは依存関係が明示的で、静的に解析することもそんなに難しくないと思います。で、今回はアプリケーションズとフィーチャーズ、ドメイン、ライブラリーズ、っていうグルーピングを行いました。で、組織によってはデザインシステムみたいな別のグループを作る必要があるとも思うんですけれども、今回は一般化して4つに絞っています。1つ目のアプリケーションズモジュールのグループは、名前通りアプリ自体のモジュールを、属するグループなんですけれども、理想的にはそのモジュールはアップデリゲートのみを保有している程度の流度です。で、基本的に一つのリポジトリにアプリは一つ程度だと思うんですけれども、例えば、モノレポで開発していたり、UI のカタログアプリを作っている場合は、複数含まれることもあります。で、設計によっては、ここのグループのモジュールで、DI やルーティングを行う必要があるかもしれません。次にフィーチャーズグループは画面ごとのモジュールが属します。で、このグループの特性として、このグループに含まれるモジュール間は依存することができません。で、完全に独立させる必要がありますので、次に紹介するドメイングループとライブラリーズグループに含まれるモジュールにのみ依存します。はい。で、次がドメイングループです。で、このグループには、いくつかのフューチャーで、共有する機能が属します。で、このグループのモジュールは、例えば API リクエストの定義とか、デザイン関係など、サービス固有の知識を持つモジュールを含むことができます。で、これと別に、ライブラリーズグループというものも作っています。ドメイングループと同様に、共通機能を実装したモジュールのグループなんですけれども、サービス固有の情報は持たずに、完全に一般化して汎用的なライブラリとして実装したモジュールがここに属します。で、イメージとしては、このグループに含まれるモジュールは、そのままオープンソースとして公開できているような状態です。で、ここまでに話した4つのグループに対して、図のように一方向に依存方向を限定することで、モジュールの複雑性と、循環依存の危険をできる限り防ぐことができるっていう設計です。で、具体的には、アプリケーションズグループに含まれるモジュールは、フィーチャーズグループのモジュールに依存して、
フィーチャーズグループのモジュールはドメインのグループのモジュールに依存して、ドメイングループはライブラリーズグループに依存するという継承関係のようなイメージです。で、数百モジュールを作った場合、それらが無秩序に依存し合ってしまうと、複雑性で言うとモノリスな状態とほぼ変わらない状態になってしまうので、こういったルールは非常に重要です。ここまででモジュール細分化を行うためのコンセプトを説明してきたんですけれども、まだ何が利点なのかっていうのが不透明だと思います。なので、このマイクロモジュールアーキテクチャの利益についてお話しする前に、その性能を最大限に引き出すために採用しているベーゼルというツールについてお話ししようと思います。はい。ということで、ベゼルとはどういうものかっていうのを見ていきましょう。はい。ベゼルの特性としては、高速かつ信頼性が高く、スケール可能で拡張性があるというところです。一見、理想的な特性を並べただけのようにも見えると思うんですけど、これから話す特徴を知ると、よく当てはまった特性かなと思います。でそして、ベゼルはプラグインみたいな形で拡張できるので、あらゆる言語をサポートできます。かつ、あらゆるプラットフォームにコンパイルできます。で、そのためのプラグインとかビルドスクリプトは、StarLark という Python に似た DSL で記述できるので、可読性が高くて、かつ効率的です。で、後ほど改めて詳細に触れるんですけど、リモートキャッシングという機能がありまして、これはビルドキャッシュを開発者の間で、共有することができる機能です。で、この機能がベゼルを採用する最大の利益だと思います。で、iOS エンジニアは、アプリが提供しているブラックボックスなツールとかフレームワークを使うことに慣れているんですけれども、ベゼルはオープンソースで公開されているので、問題があった場合はコードを参照することもできますし、修正することもできますし、コミュニティにサポートを求めることもできます。で、まず最初なんですけれども、実際にベーゼルを使った時の効果の例を紹介したいと思います。私のプロダクトで言うと、CI 上でクリーンビルドを行って、ユニットテストをすべて実行して、ベータテスターへ、バイナリーが配布されるまでを、最短で1分30秒ほどで完了することができます。で、これは、先ほど話したマイクロモジュールアーキテクチャの設計を守ってさえいれば、この恒久的にこの数字を保つことができると思っています。ただサンプルとしては、とても早い段階なので、ウェブ上に公開されている他社の例を3つ紹介したいと思います。はい。1つ目は Pinterest の例です。で、Pinterest では、コードベースのほとんどが Objective-C なこともあるのか、もともとそれほどビルド時間に問題はないように見えます。ただその場合でもローカルでのビルド時間が4分半から3分半ほどに 21% 改善していて、CI 上でのビルド時間も10分半から7分半まで 27% 改善しています。で、さらにベータテスターへの配布時間は14分半から7分52秒の45% 改善していて、デリバリー効率にとても大きく貢献しているようです。で、80% ほどだったビルドの成功率が、97% から 100% まで向上していることが、ベーゼルのビルドが早いだけではなくて、信頼性が高いことを証明しています。で、次に、トコペディアというインドネシアの EC サービスでの例です。トコペディアでは、もともとビルド時間にとても大きな問題を抱えていたようで、CI 上のビルド時間は、ほぼ1時間かかっていたようです。ですが、ベーゼルを採用して、かつモジュール化にも取り組んだところ、ビルド時間は5分を切って90%以上改善しています。
で、90% 以上なので、これは速度という意味では10倍以上になります。ということは、1000%高速と言い換えることもできるので、ベーゼルとモジュール化がいかに強力かが分かると思います。で、日本でも LINE がベーゼルを採用しています。で、LINE でも最小ビルド時間が28分半から4分半に85%と大きく改善していて、最大ビルド時間も35分半から26分半の25%改善。で、平均の場合も、31分から14分半の50%以上の改善ができているようです。で、私がベーゼルを採用するにあたって、LINE が公開している記事やリポジトリも、非常に参考にさせていただきました。ありがとうございます。で、今日紹介した3つの例は、ウェブ上で閲覧できますので、興味があれば、情報ソースのテックブログを、ぜひご覧になってみてください。で、スライドにも URL を貼ってはいるんですけれども、まあ、コピーペーストは難しいと思うので、検索すればすぐにヒットすると思います。で、さらに特筆するべきなのは、まあ、ここまで紹介してきた、まあ、とても大きな改善の例が、開発全体に対するパーセンテージではなくて、リモートキャッシュによって、その各開発者1人当たりにもたらされるパーセンテージということです。まあ、つまり、全体効率で見ると、開発者が多ければ多いほど、指数関数的に効率が向上します。なので、ベーゼルはただビルドが早いだけではなくて、リモートキャッシュによって本当に劇的に開発効率を改善してくれます。はい。ここでもう少し詳細に見ていこうと思います。で、ベーゼルでビルドを構成するためのファイルは、まあ、主にスライドに書いてある4つです。で、1つ目のワークスペースファイルは、ビルドに必要なプラグインとかの外部依存性を宣言するファイルで、ほとんどの場合は1リポジトリに1つだけ作成します。で、2つ目のビルドファイルは、これは実際にモジュールをどういうふうにビルドするかっていうのを指定するビルドスクリプトなんですけれども、一つのモジュールに対して一つ作ることもできるし、複数モジュールをまとめて記述することもできます。で、このビルドファイルは分散的に配置できるので、モジュールの細分化をするにも非常に便利です。で、三つ目の BZL の拡張子を持つファイルには、ベーゼルのビルドスクリプトに使うための UTT の関数のようなものを定義できるので、例えば、ビルド設定の共通化とかも、関数のような形で行えます。で、そのビルドスクリプトを書くためのスターダーク DSL は非常に強力なので、とても柔軟に関数化ができています。で、4つ目のベーゼル RC ファイルは、ベーゼルでビルドするためのビルドオプションをあらかじめ指定しておく構成ファイルです。で、これによって必要なオプションをプロジェクト内で共有することができます。次に iOS のビルドをするために必要なプラグインは、スライドの3つです。1つ目の Rules Apple は Apple プラットフォーム全般へのビルドに使用して、Swift で書く場合は Rules Swift が必要です。で、三つ目の Apple サポートについては、これは、この二つのプラグインのための UTT プラグインなので、まあ、私たち利用者が知る必要はあまりありません。で、ベーゼルの難点の一つとして、Swift と Objective-C の混合モジュールに対応してないことがあります。で、私は、その新しいプロダクトで採用したので、まあ、すべて Swift で書いているために今のところ該当はしてないんですけれども、まあ、LINE はこれを解決するために、ビルドスクリプトを書いていて、まあ、ありがたいことにこれをオープンソースとして公開してくれていますので、我々はそれを利用することができます。で、ベーゼルのビルドスクリプトの雰囲気を見せたかったので、簡単な実際の例を記載しました。一見複雑に見えると思うんですけれども、実はそれほど難しいことはしていません。
で、詳細は、まあ、後ほどアップロードする資料を見ていただくとして、簡単に上から解説すると、HTTP アーカイブという関数をロードして、先ほど必要だったプラグインをダウンロードして、展開して必要なファイルを読み込んでいるというだけです。で、Bazel で外部ファイルを扱いたい場合は、すべてここでダウンロードして展開することができます。で、次に、Swift 製のモジュールをビルドするためのシンプルな例です。で、Rules Swift プラグインから Swift ライブラリ関数をロードしていて、それを使ってモジュール名やソースファイルを指定して、ビルドします。で、StarDuck の DSL で書く場合は、Glob のパターンマッチが使えるので、ファイルが増えたとしても、いちいちそれを追加していく必要はありません。で、次の例では、Rules Apple プラグインから iOS ユニットテストをロードして、XG テストを使ったユニットテストを作成しています。で、この iOS ユニットテスト自体にソースコードを指定するのではなくて、ユニットテスト用のモジュールを別に作成して、これをディペンデンシーに追加します。で、これらは BZL 拡張子のファイルに UTT 関数として書いておくと便利です。はい、次は実際に iOS アプリをビルドしています。ちょっと指定するものが増えたので、ちょっと複雑に見えると思うんですけれども、まあ、Xcode プロジェクトに比べて圧倒的にシンプルだと思います。で、この場合もソースコードを直接指定することではなくて、別途モジュールを作成してディペンデンシーに追加します。で、ビルドを行うコマンドには、こう、資料の一つ目のように、どのモジュールをビルドするかっていうことをこう明示的に指定してビルドすることもできるんですけど、2つ目のようにスラッシュが2つとドットを3つで指定することで、そのパッケージ内のすべてのモジュールを、再帰的に操作してビルドすることができます。で、このスラッシュスラッシュドットドットドットが、Bazel テストコマンドでも、利用できるので、まあ、Xcode でビルドする場合よりも少し便利です。で、ビルドオプションは本当にたくさんあるんですけれども、まあ、紹介しきれないので今回は省略しています。そして、サードパーティーライブラリの統合方法なんですけども、先ほどのワークスペースファイルでダウンロードして、手書きのビルドスクリプトでビルドすることも可能なんですけれども、その場合、バージョン解決が難しいので、ココアポッツとかカルタゴを使うこともできます。で、ピンタレストが開発しているポッドトゥービルドっていうツールとか、オープンソースのココアポッツベーゼルっていうツールで、ココアポッツのためのポッドスペックからベーゼルのビルドファイルをパースすることができます。ただ、この2つのツールだと Swift 製のライブラリとか、C 言語に依存しているようなライブラリで、パースに失敗することがありましたので、私のプロダクトでは使っていません。で、また、カルタゴも使うことができるんですけれども、カルタゴでビルドしたフレームワークを Apple Dynamic Framework Import っていう関数でリンクすることができます。ただ、この場合は、カルタゴ自体は Xcode ビルドで、ビルドするため、その速度面とか、ちょっと運用の複雑さからあまりお勧めしません。で、私のプロダクトでは、ココアポッツでバージョン解決だけを行っていて、取得したソースコードを手書きのビルドスクリプトでビルドすることで、ビルドキャッシュを他のソースコードと同様に取得できるようにしています。で、結局のところ、iOS アプリの開発のためにコードを書くには X コードが必要なわけなんですけれども、まあ、ベーゼルと X コードを統合するためのツールもあります。で、最近は X コードジェンっていうツールを使って X コードプロジェクトをこう宣言的に生成することも、多く使われていると思うんですけど、
ベゼルの場合はそれが前提になります。つまり、ビルドファイルをエクスポートプロジェクトにパースするということです。で、一つ目のツルシっていうツールは Google の純正ツールで、ビルドファイルからプロジェクトファイルを生成します。このツールはすごく安定してるんですけれども、プロジェクトの生成速度が遅いなどの、いくつか問題点があります。で、XC ハンマーは、吊るしのそういう問題点を解決するために、Pinterest が開発しました。で、プロジェクト生成自体のキャッシュを取ることができるなどの非常に強力な機能があるんですけれども、私のプロダクトでは、導入初期にうまく適用できなかったので、今のところは安定している吊るしを使っています。ですから、そのうち、XC ハンマーに乗り換えを検討しています。で、次に、インデックスインポートというツールがありまして、このツールは、ベーゼルでビルドしたときに生成された、ソースコードのインデックスファイルを X コードで再利用するためにパスを置換するツールです。で、これは、モビリティサービスのリフトが、開発しているんですけれども、リフトはベーゼルにすごく強く投資をしていて、最近 iOS プラグインのオープンソースの主導者として、リフトのエンジニアが指名されていました。ここまで、ベゼルの良い面を説明してきたんですけれども、当然トレードオフもあります。まず、導入コストが非常に高いです。アプリケーションをビルドするっていうだけなら、結構簡単に行えるんですけど、プロダクトで採用するってなると、オプション設定を適切にするとか、キャッシュヒットが、適切になるようにチューニングするとか、時間をかける必要もあります。また、当然従来の X コードビルドに依存した開発ではなくなるので、開発者にある程度学習コストを強いることもあります。で、iOS とか Apple プラットフォームは、Google 公式のサポートではありません。で、ただ、これは、他の言語サポートなども、同様なので、それほど問題ではないと思います。そして、いくつかの X コードの機能が利用できないこともあります。そして重要なのが、ビルドオプション設定のチューニングに失敗した場合、通常の開発よりもむしろビルド時間が増加してしまうケースがあるので注意が必要です。これらのトレードオフも加味して利用の是非を考える必要があると思うんですけど、前述した通り利益も絶大なので、採用を決めました。ここで一応類似ツールを紹介します。で、一つ目のバックというツールは、Facebook がベーゼルと似た思想で作成しているビルドツールで、ベーゼルとほぼ同じ機能があると言えます。で、バックの利点は、X コード統合の、つまりプロジェクトの生成機能が公式サポートで、ビルトインで入っているっていう点があるんですけど、ベーゼルほど拡張性が高くないこととか、私が欲しかった重要な機能がサポートされてないということで、今回はベーゼルを採用しています。で、また、2つ目のグレードルは Android のビルドツールとして有名だと思うんですけど、実は iOS アプリもビルドできるようになっています。ただ、あくまでエクスペリメンタルで、実用の段階ではないと思います。で、最後に、マイクロモジュールアーキテクチャとベーゼルがどういった相乗効果があるのかっていうのをお話したいと思います。で、まず、一つ目が、ベーゼルのキャッシュ戦略がとても積極的であるという点です。で、ベーゼルでビルドしたモジュールは、コードに変更が加えられるまで、リビルドがほぼ完全にスキップされます。なので、そのビルドされるのは、
自分が書いたコードによって影響されるモジュールのみです。で、また、ベーゼルのキャッシュは信頼性が非常に高いので、私が採用してプロダクトで使い始めてから、クリーンビルドが必要になったケースは今までまだ体験していません。で、重要なのは、このキャッシュが、モジュールごとに作成されるというところです。でつまり、マイクロモジュラルアーキテクチャは、そのキャッシュの量を最大化して、この利点を最大限に引き出すことができます。これが何を意味するかというと、コードの量が増えていったとしても、モジュールのキャッシュによって、ビルド時間は、恒久的に保つことができます。はい。で、また、ビルドキャッシュだけではなくて、テストの実行結果もキャッシュすることができます。で通常テストを行うときは、まあ、すべてのテストを実行する必要があるので、まあ、厳密にテストをたくさん書いているプロダクトほど、まあ、無視できない時間がかかります。ただ実際にテストが必要なのは、コードが変更して影響を受けるモジュールのみなので、ベーゼルはそのモジュールのみのテストを実行して、それ以外のテストをスキップします。で、これも同様にモジュールごとにキャッシュされるので、マイクロモジュールアーキテクチャではテストの実行時間も一定に保っていくことができます。はい。まあ、ただし、まあ、場合によって常に実行したいテストとか、まあ、実行結果に揺れが出てしまっているテストもあるかもしれませんので、まあ、その場合はノーキャッシュテストリザルトオプションを使うと、まあ、常に実行することができます。ただ個人的にはテストは実行前に同じ結果を返すことが理想なので、できれば利用しない方がいいと思います。で、このテストの実行結果のキャッシュが、Facebook のバックになかった機能です。はい。で、次に、ベーゼルの最大の利点として、先ほど紹介したリモートキャッシングの機能についてです。これは、ビルドのキャッシュをリモートサーバーにホスティングして、他の開発者がビルドする代わりに、このキャッシュをダウンロードすることで再利用できるという機能です。でこの機能によって、ベーゼルでビルドしている場合は、一度どこかでビルドされれば、そのモジュールを誰ももう一度ビルドする必要はないということです。で、さらにここまでで説明した通り、キャッシュさえあれば、ビルドもテストも完全にスキップできるので、開発中にビルドされるのは、本当に自分が書いたコードのみになります。で、イメージとしてはこの図のような感じで、開発者が GitHub にプッシュすると、CI はそのビルドキャッシュを、リモートキャッシュサーバーに送信して、で、他の開発者がさらにビルドをする場合に、そのキャッシュをダウンロードして再利用することができます。で、このリモートキャッシュサーバーなんですけど、もちろん自前で立てることもできますし、GCS を使うと、非常に簡単にセットアップできます。これは Google 製のツールである利点の一つですね。で、さらに、まあ、チップスのようなものなんですけど、リモートダウンロードミニマルっていうオプションをつけると、キャッシュを再利用する際にダウンロードするキャッシュの種類を必要最低限にして、まあ、さらに高速化できます。はい。なので、これらのことから、ベーゼルを採用している場合は、まあ、すべての開発者に Mac Pro とか iMac Pro のような、まあ、ハイエンドマシンを購入する代わりに、まあ、十分なネットワーク帯域さえ用意してあれば良いということになります。なので、金銭的なコスト削減にも非常に有効だと思います。で、次に、モジュールのリンクについてです。で、前提知識として、ダイナミックフレームワークはアプリの起動時に動的にリンクされるので、アプリの起動時間に悪影響があります。
で、最近の iOS は、ここに非常にチューニングされていて、高速化されているので、まあ、サードパーティーライブラリー程度の数ならほとんど、変わりないと思うんですけど、マイクロモジュラーアーキテクチャは、まあ、数百モジュールを作るわけですから、これを考慮しなければなりません。しかし、ベーゼルは、デフォルトで全てのモジュールをスタティックライブラリとしてコンパイルします。で、スタティックライブラリはシンボル重複の問題を起こすことが多いんですけど、実はスタティックライブラリ自体は正しい設定をすればシンボル重複の問題は起こすことがないので、ベーゼルはこれを正しく設定してくれているので、問題なく利用できます。なので、ベーゼルを利用している場合は、マイクロモジュラーアーキテクチャで、モジュールの数をどれだけ増やそうとも悪影響がありません。い。で、最後ですけども、ベーゼルクエリーコマンドっていうコマンドが用意されています。で、このコマンドは、ベーゼルが把握している依存グラフ、モジュールの依存グラフを解析することができるコマンドです。で、これはいろんな用途に応用することができると思っていて、例えば、モジュールの依存関係をバリデーションしたいっていう場合にも、このベーゼルクエリーコマンドが使えると思います。で、これを応用して、依存関係の解析結果を、ドット言語という形式で出力して、これをグラフビズというツールで、PDF として、依存ダイアグラムの図形を生成することもできます。で、こちらは、リフトのエンジニアが、ベーゼルのサンプルとして作成しているリポジトリの、ソースコードから、モジュールの依存ダイアグラムを生成した図です。ご覧のように、そのモジュール同士がツリー上に依存していることを視覚化することができるんです。で、最上層の Swift ドライバーライブラリーがあって、その下に Swift ドライバー、そして、その下にライブラリーたちが、依存されていることがわかると思います。で、このように、ベーゼルを使うと、マイクロモジュラーアーキテクチャの効果を、まあ、最大限に引き出せたり、まあ、より実用的に、応用したりすることが可能です。はい、最後にまとめを行います。ベーゼルは開発者の、開発者体験を劇的に改善することができます。で、そして、マイクロモジュラーアーキテクチャは、ベーゼルの利益を最大限引き出して、その逆に、ベーゼルはマイクロモジュラーアーキテクチャの利益を最大限引き出します。で、最後は、私の気づきでもあるんですけれども、ビルド速度をハードウェアの性能に頼って向上させることも、まあ、悪いではないと思うんですけど、まあ、実はまだ、ソフトウェアの設計によって、まあ、改善する余地が大きくあったということに驚きました。で、このページに載せているリンクは、私がベーゼルを採用して導入する際に参考にした、リンクの一部です。興味があればご覧になってみてください。はい。以上になります。ありがとうございました。